こんにちは、ハンブルラです。この間、サムソングの Galaxy S23 シリーズの発表があったんですけど、意外に反応があんまないみたいです。韓国のネットでは Galaxy Book 話のばっかりで、まあ、あの、サムソングの売り場に行っても、確かにスマホを見に来る人が少ないそうです。なぜなら変わったのがあんまないですわ。値段高くなったし。でも、あの、台湾のある YouTuber が、 あの、Galaxy S23 Ultra でビデオ撮影するあの動画をアップロードしたんですけど、これ見てください。カメラ振っても画面がとても安定的なんです。ほんま、嘘みたいに。僕はこれを見て、いや、確かに今回は OS 機能が進化したと思ったんですけど、まさかこれサムソンのバイラルちゃうかなと疑っています。ほいで今日は僕が、ね、売り場に行って、自分の目でこれがほんまかどうか。 確認したいいと思います皆さん、どうぞこれが今回に出た新作 Galaxy S23 Ultra です。確かに大きくて重いです。カメラの性能が一番いいんですから、写真、ビデオ撮影多い人なら、Ultra の方がいいと思います。特に今回は2億ピクセルのカメラセンスが入ってて、クオリティめちゃくちゃ高いです。右が 22Ultra、左が 23Ultra で、カメラデザインはあんま変わって のがないですそしてカメラが前に出てないんですね後ろは確かに綺麗カメラ12メガピクセルの超光学200メガピクセルなど2億ピクセルの広角最後に10メガピクセル3倍10倍光学ズームができる望遠カメラまでほなこのカメラどのぐらいにいいのか見てみましょう まずネットではカメラシャッターディレイがあったという話があるんですけど、まあ、触ってみたら正直一般的な状況ではディレイがないと思います。なぜならボタンを押したらカメラがすぐ撮りますね。写真すぐ撮りますから、まあ、全然問題なく撮ると思います。言いたいのはビデオ撮影なんですけど、下が22ウルトラ、上が23ウルトラです。僕がわざとスマホを振りながら撮ってみたんですけど、本当に驚きました。こんなに振っても S23 は何かあの中心を固定してくれる そういうい感じがあります。これはなんか僕がマジで振ってるのか疑ってるぐらいにとても安定的です。びっくりしました。ほら結果を見てください。これは S22 ウルトラで撮った動画なんですけど後ろには少しノイズがあります。こんなに強く振ってる時は確かに揺れますね。でも23ウルトラの動画はこっちはノイズが少しあるんですけど振ってもとても安定的です。 ま、同時に見たら、どっちが S23Ultra の方か、すぐ分かれるぐらいにクオリティの差がありますね。S23Ultra OIS 機能、確かに耐震化されました。もう一回、スマホを振りながらビデオを撮影しました。まあ、普通は、こんなに振りながら撮影する方はいないと思いますよ。でも、こんなに振っても、どんな結果が出すのか、それが気になりますね。まあ、結果を見たら、最初は軽い動きから、 やっぱり安定的ですね。まあ、むちゃくちゃ振ってる時にも何かこう、中心が固定されるまま振られる感じがあります。ああまあ、実際に見たらこれびっくりするぐらいにクオリティ高いです。この後、2億ピクセルの高学カメラで普通にビデオ撮影したらどんな感じなのか、これ見てみましょう。これも、まあ結構驚きました。この感じなんですけど、画質確かに最高です。ノイズはないです。まあ、クオリティもとてもいい。 高いですよ振ってるとき全然問題ないこれは3倍光学ズームで撮った動画なんですけど実は3倍ズームはたまに使う機能なんでこれも振ってみましたまあ、結果見たら画質は3倍しても悪くないと思いますねまあ、振ってる時にもノイズがちょっとできますねこれはそして10倍光学ズーム正直10倍ズームは、まあ、画質が悪いんで僕はあんま使う機能はないですけど 確かに画質悪いですね。まず文字はちゃんと見れますよね。まあ、振ってる時、これはノイズが確かにある、うん。全然安定的じゃないです。3倍と10倍は結構揺れますね。最後に超高額。僕はこれをよく使うんですけど、どうなのか。こんなに振っても意外に安定的です。画質はやっぱりいいんです。あとてもいいですし、振っても全然揺れなく安定的だと思ってます。 今回の S23 l ルトラすごいですね。買いたい。ここまで、Galaxy S23 シリーズのカメラ話でした。僕はあのスマホを使って、まあ、ビデオ撮影するなんで、カメラの揺れについてちょっと敏感なんですけど、今回の Galaxy S23 シリーズは確かに OS i 機能がまあ素晴らしいやと思ってます。でも Galaxy シ,シリーズはちょっと疑いがあるんですけど、Galaxy を使ってる人は、まあ、みんな知ってると思いますけど、Galaxy を使って、 まあ動画、まあ、ビデオ撮影長くすると、発熱の問題でカメラアプリが急に止めます。まあ今回はその問題があるかどうか、それも確認してみたいんですけど、まあできないんで、ちょっと惜しいですね。そして夜にも過失や、まあ揺れるのが安定的なのか、その部分もちょっと疑いがあります。それにもかかわらず、今回の Galaxy S23 シリーズの OS 機能は、まあ大前より、 ま、進化したと思いますなので、まあ、写真や、まあ、ビデオ撮影が好きな方、その中で Galaxy、まあ、が好きな方は、今回の Galaxy S23 シリーズは買う価値が確かにあると思います。でも、Galaxy はですね、いつも安く値段で買うのがいいですよ。韓国では Galaxy を低価で買うなら、ちょっと青なイメージがあります。それで安く値段で買ってください。 今日も見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ